あのいつもなんですけど、さっきもなんですけど、あの小暮選手が NSX で今待機してるんですけど、はいはい、あの横でいつも空かしてから煽ってから行くんですよ。あ、なるほどね。やっぱりボスキャラですもん。そう、小暮選手の何かを煽っちゃうんですよね。なるほどね。小暮選手もね、素直だからね、すぐその煽りをね、そう受け入れちゃうんですよ。そうさあ、今からゆっくりボスの方が加速していますけども、ゆうき選手やっぱりあの二輪だから、特にマシンの隅から隅まで、フロントタイヤがウィリーしたまま加速していったよ。しかも 50m やそこらじゃないよね。もっと行ってますね。行ってません。 200m ぐらいずっと浮いてたね。そうですね。しかし、まあ、手足のように操る、まあ、これぞ本当にあのレーサーマシンというか、さっきのところでやっぱり軽量だしパワフルですけど、いろいろなものがやっぱり研ぎ澄まされて一つに合わせられますね。すごいですね。HRC の今サービスクルーの横をあの距離感は、あれはサービスクルー後で僕行った方がいいですよ、ね、あれは秋吉さんにいい加減にしろって言った方がいいと思います。はい、多分言っても分かるかどうかは宇宙人なので分かりませんけど、そやっぱりレース専用に、ね、設定されて、おお、フロントジャンプ台の気味で秋吉選手いましたよ。いや、びっくりしましたけども、ものすごいこのストッピングパワーを秋吉選手は見せようという、そんなですね思いで今さあ戻ってきましたかね。おお、そこから宇宙に帰っちゃうかと思いましたよ、本当に。さあ、ということでまずは一つ秋吉康介選手の RC23V で時速360キロまで出るというような高橋優輝選手のコメントもありましたが、続いてお次はこちら、スーパー GT NSX コンセプト GT エンジン。フロントさん、はい、今年からここから各スーパー GT のコンセプト変わりましたね、去年と。そうですね、今年から NSX コンセプト、はい、スーパー GT クラス参戦することになりまして、ねえ、はい、昨年まではあの V 型8気筒で、はい、まあ、自然吸気という何にも火球がないエンジンで 3.4 リッターだったのが、はい、今年は2リッターターボ。そうですね、はい、あのやっぱエンジンが小さくなったからどうかなと思ったんですけど、去年よりパワフル。そうですね、エンジンを直してるのが初めてなんですけど、レーシングキャリアの中ではそうなんだ、初めて。マシンの性能を突き詰めていくとやっぱカーボンっていう形になってくるのかな。今ストレート通過していったときに、多分さっきの MotoGP は音とそのスピードっていうのもまあマッチしてたと思うけど、今度はなんか多分コンクリートウォールにいらっしゃる皆さんって風圧とか感じてるだろうね。でしょうね。ね、うわーって風がなんか持ってかれるみたいな。そうですね。はい。やっぱりこの後ろにも大きな羽がついてて、でマシンのこの下もね、いっぱい空気が流れるみたいで。ブレーキが少ないからカーボン製のものになったんですよね、はいはい、で、まあ、F1 と一緒なんですけど、うん、最初効かないんですよ。あ、最初何、最初っていうのは走り出して走り出して、バレーが冷えてて、はい、適温になるまでずっと効かないので、まあ、最初慎重に。さあ、最終コーナーから来ますよ、 NSX コンセプト GT。 さあ、ストレート、この音、そして今度はなんか重量感というか ね、 そうですね、加速もすごいですけど、コーナリングも速いですけど、もう音が欲しいから全然違いますね、と思う方もいるかも分かりませんが、それをベースに実は考えられたレーシングカーなんですけども、すごいのはその、いよいよここからは 2&4 パフォーマンス、 2&4 パフォーマンスですよ。2輪と4輪が、お、止まりましたよ。さあ、まさかの行きますか。やってまいりましたよ。さっき煽った男が後ろを振り返ってますよ、秋吉康介選手。さあ、そして、ね、小暮隆選手。さあ、スタートダッシュ、どっち行くの、2輪、4輪、どっち。設置しているのがどうかな、名刺よりもあるちょっと大きいかっていうぐらい。そうですね、数十センチのねえ、そんだけの設置面積。はい、すごいですか。さあ、秋吉康介選手が今
ックしてる、ブロックしてる。小暮隆選手、ミニトポリスでもね、スーパーマンになったら、もう最終コーナーで。さあ、ただですね、こちらは軽さを武器に一気に加速をしていく、その今度はバイク、どこで今度は前に出るでしょうね。3輪のバイクと、そして4輪のこのスーパーキック NSX コンセプト G、電子制御も使ってるから、その立ち上がりでなんかこう、車が、バイクが暴れるってことはあんまりないよね。あんまりないですね。ねえ。ダウンコースを使ってすごいスピードで、カーブをしてくれるのはなんと山本直樹選手がチェッカーを振ってくれるそうです。山本直樹選手がチェッカー、あ、振らないで振らないで、そのままこう、そのままこう、俺もめちゃくちゃなこと言ってるけど、振らないでそのまま行こうとか言ってますけどね。いやでもちょっと小暮さん挙動がマジだったよね、車の上に振らない選手とか。小暮選手に妥協っていう言葉はないですか？常に全開です。マシンが帰ってまいりました。 RC23V とそして NSX コンセプト GT、 レイブリッド NSX コンセプト GT が戻ってまいりました。いやエンジョイホンダ、ここでしか、熊本でしか見られないホンダレーシングが誇る最高峰の2輪と4輪のスペシャル共演、いかがでしたでしょうか。ホンダレーシング 2&4 パフォーマンス、まずは2輪の RC23V をライディングいたしました秋吉浩介選手よ、九州出身、伊達店、九州地元でございます、ね、さあ、そしてですね、レブリック NSX コンセプト GT、カーナンバー100番チームクリミスのマシンをドライブしてくれましたのは、こちらも4輪界では伊達店と言われております小暮隆史選手。ダブルの伊達店が今回エンジョイホンダ熊本でツアードフォーパフォーマンスを見せていただきました。どうぞ今一度大きな拍手よろしくお願いします。